タカコ、次アズ。ああ。こっちはハギタ。他は何入ってた？他は変な女子の写真と、私の、なぜかメッシのブロマイド。それと、みんなの写真とカケルの手紙。26歳になった私には、後悔していることがたくさんあります。違うビーズがテーブルの上で光ってた。互いが互いを照らし合って色とりどり輝いてた。ひびが割れても少し欠けてもその破片さえ輝いてた。寄り添い合いながら時に遠ざけながら、かけらとかけらつなぐ。いつかの悲しみも涙した思い出も君の微笑みを彩る光。オレンジ色の空、西日に照らされて不揃いな影帽子が揺れてた。何か伝えたいのに何にも言えなかった。今日は午後から少し余裕あると思うよ。それじゃお願いね。ナホ、私から。ナホ、大丈夫なの？あ、いけない。あらら、こりゃ間に合わんな。しない感じもあるけど、まあ、新しい1年間また一緒に頑張っていこう。よろしく。これから始業式とその後で教科書の配布があるからな。だな。それから今日お前たちに紹介したいやつがいる。高校生女子か。来た来た。じゃあみんなちょっと待っててくれ。10年後の未来。なんで知ってんの？転校生。みんな静かに。待たせたな。なあ、ま、ナルセ・カケル君だ。ナルセ君はだな、東京からやってきてな。
長野に住むのは初めてらしいから、みんな頼むぞ。じゃあ、成瀬、何か一言。あ、よろしくお願いします。うん、じゃあ席は高宮の隣で。ああ、ほら一番後ろのあそこだ。おはようございます。校長の杉山です。桜咲く4月、新入生の皆さんも加わってこの学校の新しい1年がスタートしました。なあ、ほ、帰るぞ。わ、うん、おーい、昼飯うちのパン食ってきな。いいの？やったー、ごっちゃん。あ、なあ、おい、そこの転校生、かけるくんだっけ？一緒に帰ろう。俺はちょっと今日は。なんで、いいじゃん、仲良くしよう。ごめんね、突然で。ねえねえ、かけるくんもうちのパン食ってきな。こいつんちパンや。うめえよ。うちらと一緒に帰ろ、せっかく半日授業だしね。これって東京か。松本のこと紹介してあげる。あ、そうそう、どう？うん、ちょっとメールしてからでいい？オッケー、やった。じゃあ先に行ってパン踏んだ食ってくる。パンいっぱいだかんな、山盛りだかんな。よろしく。超食いてえかんなパン。誘ったら何がダメなんだろう。おーい、ナホで紹介。やつは萩田作で、こっちがナホ、高宮ナホ、それから篠高子ね。よろしく。俺、諏訪ヒロト。諏訪でいいよ。わかった。待ってー、なぜ腹減った。すまん、もうちょっとで焼きたてだから、後でレッツする。パン屋が紫あずさ。あずって呼んで。あずさ、気づいてくれた？かけるくん、東京から何に乗ってきた？特急あずさ。えっしょ、くける。かけるくん、あずさ2号知ってる？狩人の。あ、それなんだ。そうそう、そんで中学の時のあだ名が狩人だった。あずさ2号でねえんだ。その後、またぎになったよな。でも、あんたは右斜めメガネだよね。いつもメガネ曲がってたから。うるせえな。8時ちょうどのあずさで旅立てよ。今、8時ちょうどのあずさ2号。どひないって。いいから行け。父さん、この前あずさ2号歌ってた。PV 出たよ。何それ、見たい。ハリウッドでどんだけ盛り上がんだよ、お前ら。かけるくん困ってるじゃんよ。ほら。受けた受けた。どこ一番受けた？またぎ。そこなんだ、誘ってよかった。お待たせー、ゲーッ。ほれ、カツパンと豚味噌パンとカレーパンと野沢菜パンとメロンパンとアップルシナモンロールです。今日は2個ずつ全部焼きたて。おとんのパンは世界一、無敵だからね。なぜかけるくん、どれがいい？なんでもいいよ。あ、でも野沢菜気になる。うまいよ、食ってみ。あたしも野沢菜パン。ざけんな、俺がもらう。返す、萩田。あたしアップルシナモン。じゃあやっぱカレーパン。あと1個はカツパン。はい。あずの店のカレーパン好きなんだよな。で、ナホはどれ行く？私のカレーパンだよ。お前はいつでも食えるだろ。私、何でもいい。よこす。ほんと？遠慮してね。ほんとほんと。それじゃあナホは甘いの好きだから、メロンパンとアップルシナモンね。ありがとう。酢は足んねえだろ。あと3つ4つは入れたいね。じゃ、あとはお買い上げください。カレーパン交換して、メロンパンと。もしかしてバレてた？
カレーパン欲しそうな目してた。今度はカレーパンもっとな。かけるくん、美味しかった？ああ、うん。じゃあな、みんな。じゃあまた、バイバイ。またな。ああ、かけるくん。かけるって呼んでいい？うん、そっちのがいい。そうだ、手紙。同じ内容、字も一緒。休み？さあ、携帯聞くの忘れてた。どうしたのかな？気になんの？え、あ、いや。かけるくんは学校にはしばらく来なかった。つまり、二乗してマイナス1になる新しい数というものを。My goal is to make childhood dreams come true. 手紙。私のゴール。手紙の通りにしなかった。かけるくんが休んでいることと何か関係があるのかな。もしかしてどうして学校を休んでいるかも手紙に書いてあるの。